こんにちは。プロスピエスを巨人純正でやっていますペイです。先日の更新でなんと OB 第3弾がやってきました。結構びっくりしましたね。ただこれでダルセレが年末に来るのはほぼ確定と言えるでしょう。そしてスパーク第3弾が登場しています。巨人では OB 第3弾から上原さん、スパークからは戸郷さんが登場しています。ということで今回の動画では上原さん、戸郷さんの能力解説をしていきます。最後に更新と同時に来たスパークの無料10連、そしてイベント累計の契約書開封までやっていきますので、ぜひ最後まで見ていってくれると嬉しいです。ちなみにこのチャンネルではプロスピエースの巨人の情報を巨人純正目線で解説しています。巨人純正の方にはもちろん、そうでない方にも有益な情報を発信していきますので、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。皆さんのチャンネル登録、高評価、コメントが非常に私のモチベーションにつながりますので、ぜひよろしくお願いします。それでは本題に行きましょう。ではまずスパーク第3弾から戸郷さんが登場しました。個人的には本命が大勢さん、対抗に高梨さんだと思っていたので、正直予想外でした。能力は通常 S ランクと変わらず、称号で9位スタミナ同値が可能です。惜しくも9位 A には届きません。特殊能力の第3特能が奪三振から秀逸に変更になっています。これはリアタイ的には若干強化されていますが、そこまで大きな強化とは言えません。そして戸郷さんに関しては奪三振王のタイトルを獲得していますから、ベスト9タイトルホルダーでの登場が確定しています。今までのスパークの岡本選手や吉川選手を獲得できていれば、コンボ的にもあまり重要ではないですし、ベスト9タイトルホルダー版では9位 A も可能になって登場するので、今回無理に獲得に行く必要はなさそうです。そしてこのスパークのガチャ、このガチャはもう見たくもないですね。実はスパーク第2弾ガチャ結構回してます。結果は今度動画出します。皆さんの飯うま動画になると思うんで、ぜひ見てやってください。そしてまさかの OB 第3弾、巨人ではこれもまさか、上原浩二さんが登場しました。いやーマジかー。正直絶対ダルセレで登場すると思ってました。そして OB で登場したということは、そうやっぱりこの球種ですよね。解説に戻ります。能力は球威83、制球85、スタミナ80の制球型で登場しました。2020年シリーズ2で登場したものと能力の変更はありません。称号で球威制球の同値が可能です。そして先ほども見ましたが、変化球3つしかありません。いやーきつい。そして特能は超伸び、コントロール回、タイピンチと超リアタイ向きの特殊能力です。リアタイ的にはご覧の通り、かなり難しいです。言葉を選ばなければ超弱いです。せっかくのいい特殊能力なんでね。ダルビッシュセレクションでフォーク2種とかフォークスプリットとかで登場してほしかったな。ただ一方でリーグ的にはめちゃくちゃ強いです。まずこの球威制球の高さ、プロスピの巨人の選手の中でも全盛期の菅野投手に次ぐ合計値です。間違いなくこのシリーズ2のエースになってくれます。そしてここまでの登場している巨人の投手陣を見てみると、菅野さんは全同値可能、メルセデス投手も全同値可能、S ランクが出そうな山崎投手は9位制球の同値が可能、そしてこれもまた S ランクが登場しそうな赤星投手も9位制球同値が可能。これはシリーズ1ですが、シリーズ2でも S ランク登場濃厚の桑原投手、9位制球同値が可能です。ここまで9位制球同値にできそうなのが5人もいるんですね。そこに制球型で9位制球同値が可能の上原投手の追加ですから、これは純正最強決定戦では球威型のコンボ、制球型のコンボ、どっちも出そうですよね。制球型8人で発動する超正確無比は難しいかもしれませんが、6人で発動する正確無比のコンボは出そうです。獲得して球威制球同値を決めたい投手になりますね。そしてガチャは30連目 OB 選手1人確定、60連目に自チーム確定のガチャですね。エナジーに余裕があれば引いてもいいガチャになってきます。ですがこれから年末にかけておそらくダルセレが来るでしょうし、そこに温存しておくのもありでしょう。
少しでもエナジーを少なく上原さんを取りたいっていう方はランキングがおすすめです。今回ラインナップもそこまで強力ではないので1000エナジー前後で取れるんじゃないかなと思っています。では必勝アリーナの契約書の開封に行きます。まずは A ランク OB 契約書3枚から。これも上原投手が出るかどうか非常に重要になってきます。さあ誰が出る？1枚でも出たらラッキー。西村さん、佐伯さん、最後上原さん、いやー大杉さん。では S ランク契約書 OB 第3弾確率 33% 引いていきます。お願いします。これはね、通常 S ランクも出る可能性があるんでね、一番はもちろん上原さんが欲しいんですけど、自チームならもう何でもいいです。さあ誰が出る？まあ自チームは引けないよね。では最後にスパークの無料10連引いていきましょうか。お願いします。スパークコラボもいよいよ最後ですね。このコラボ自体は面白いし非常にいいと思うんですけど、星3コンボも出していますし、ガチャとかシステム面はもう少し優しくしてほしかったな。当たらないね。来年あるかどうかは分かりませんが、次回に期待しましょう。さあ途中で、おお宗さん、そうか、これ途中で S ランクが出る可能性も、お、茶谷さん、エチェじゃないんだね。スパーク欲しかったな最後ね。はい、最後までご視聴ありがとうございました。今回の動画が少しでも面白かった、ためになったと感じていただけたら、ぜひチャンネル登録、高評価、コメントをよろしくお願いします。では最後、誰が出る？モイネロさん。